こんばんは、竹下敦です。本日ね、ご紹介するのはこちら。お家へ帰ってまいりました。グレコ製のレスポールです、はい。一見普通のレスポールに見えるんですが、実はですね、中が空洞になっていて、セミアコです。レスポールの形をしたセミアコです、はい。今日はね、こちらのテロップでかな。東京、神保町にございます。黒沢楽器 G クラブ東京さんで、ネックの調整、あと弦交換、あとはですね、まあ、もろもろの調整をしていただきました、はい。音の方なんですが、こんな感じです。聞いてください。あとはまあ、指で弾くね、こうやってっていうね、これなんか絶品ですよ。ちょっと全然普通のレスポールと音違うでしょ。あ、こんばんは。はい。とにもかくにも柔らかいんですよ。で、普通のレスポールと違ってソリッドじゃないんで、もう相当こんなに空洞なんですよ。ずっとこの辺空洞なんですよ。で、これ F ホール開けようかどうしようか悩んでるんですけど、意外と F ホール開けちゃうとバレちゃうでしょ。だからなんで普通のレスポールなのにこういうね、あれ、あれ、待って、AC アダプター抜けるんですよ。僕はサンズのプリアンプ使ってるんですけど、音いいっすよ、めちゃめちゃ音いいっすよ。こういういびきのね、普通のレスポールから出ていると、なんでっていうふうに思われるんで、F ホールは開けないようにしてます。でね、今ね、コンパウンドで、仕上げに入ってるんですけど、結構ね、結構まあいい感じの、ね、半つや消しみたいな感じに仕上がってきてて、ペグはね、五等星のペグ使ってます。やっぱ五等星のペグね、もうすっごい精度いいですよ。でネックはね、ちょっとね変わった形してるんです。普通の形より三角形みたいな形してるんですけど、結構こう握りやすい、ね、で僕太いネックの方が好きなんですけど、これに関しては、まあ、割と薄いんですけど、頂点がね、こうネックの頂点が出てるんで、割と上の方の、でもなんかあんまり嫌な感じがしないですね。これでジャズなんか弾くとすごく気持ちがいいんじゃないかと思います。ちょっとずつね、コンパウンドで、表面もね、いい感じにテカテカに仕上げてきた。ちょっとここら辺だけ仕上げてみたんですけど、このいい艶が出ますよね。今日夜鍋してこのギターをね、せっかくお家へ帰ってきたんで、テカテカにしてあげたいと思います。テカテカっていうのと、しっとりした艶ね、が出るようにしてあげたいと思います。改めてね、本日ご紹介したのは、こちらアイキでございます。グレコ製のレスポールです。年代はちょっと不明です。はい。ピックアップは多分東海のものがついてるのかな。ギブソンではないです。これはもうね、自分でヘッドをね、ちょっとこれちょっとレスポールデラックス風にね、面取りしたんです。かっこいいでしょ。これいいっしょ、つや消しになってて。これも自分で作ったギターなんで、やっぱり愛着あるんですよね。はい、頭でご紹介しましょう。グレコ製レスポール、実
はセミアコです、はい、というわけで、また竹下次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。